はい、ということでただいまのね撮影時刻が4月12日金曜の14時59分55秒でした。あと10秒ね更新になります。イベントとガチャが、更新されます。ということで15時になりました。さて一体ねどんな更新が来るのか。さあ、お、5種当たりました。昨日の動画見てください。イベントはね、当たりませんでしたけれども、ルーレットヒッターが来ました。限界突破コーチ、いやこれはでかい。ということで今回の報酬、森さんね、梅野さん、他選手狙ってねガチャ引いていこうかなと思います。はい、どうもシアタビです。今回の動画なんですけども、撮影日が4月12日金曜の15時になります。イベントとしてはルーレットヒッターが登場しました。そしてガチャの方なんですけども、 S ランクは星枠が追加されました。 A ランクについてはね、まあ、後に見ていこうかなということで、お知らせを見ていきましょう。はい、ということでお知らせの方で見ていくんですけども、2021年シリーズ1に S ランク星と A ランクの先発が新登場しました。このですね A ランクの先発なんですけども、楽天田中将大選手が登場しました。中身の方で見ていくんですけども、 S ランク選手のね星に関しては後に話していくんですけども、A ランクはですね、なんとめちゃめちゃいい。千賀選手、市川選手、ニール選手、田中選手、バーヘーゲン選手、山岡選手。セリーグの方を見ていくんですけども、サンチェスさん、青柳さん、福谷さん、平さん、森下さん、石川さん、いやめちゃめちゃ欲しい。今現在の A ランクはですね、田中選手欲しい、山岡選手欲しいで、福谷さんね S ランクゲットしているんですけども、福谷さんも欲しい、平選手も欲しい、石川さんも欲しい。今日追加されました A ランクなんですけども、個人的にはですね、もうめちゃめちゃ欲しい人が多く、いやとりあえず A ランクで当てていきたい人もめちゃめちゃ多い。そしてですねガチャの方になるんですけども、戦力強化スカウト来ました。保守と戦力強化、まあ、これはですね大体セットで来ることが多いんですけれども、まあ、今回もねセットで来ました。3回目6回目9回目は S ランク新選手1人確定ということで、森さんのね能力次第ではもうちょっと60連引いていこうかなと思います。そしてイベントルーレットヒッターが来ました。これが4月15日木曜14時59分まで。このですねイベントルーレットヒッター、明日初日累計回収してどれぐらいのね、まあ、エナジー消費だったのか、どれぐらいね獲得できるのか、まあ、ありとあらゆることね、まあ、明日動画にしていこうかなと思います。爆速累計回収ということで、先週見ていきましょう。ソフトバンクの方から見ていきたいんですけども、ソフトバンクは解散になります。保守 B のコスト29、弾道が中弾道、ミートから63、73、74の総力型になります。総力型に関してのね説明はテロップで書いてあると思うんですけども、リーグオーダーのねコンボが組みにくいということで、リアルタイム対戦のダイソー要因、あとはですねスペシャルミッションの盗塁要因、そして今現在ねルーレットヒッターが来ているんですけども、ルーレットヒッターはですね総力型で組むことによってイベントをね有利に進めることができるので、まあ、今現在のルーレットヒッターで総力型は使います。解散に関してなんですけども、リーグオーダーのコンボはね組みにくいということで入ってこないんですけども、リアルタイム対戦ではねめちゃめちゃ活躍できるので、まあ、S ランク取ってリアルタイム対戦のオーダーに入れる、まあ、そういったこともできます。守備の方ね見ていくんですけども、守備範囲75でして、補給から59、76、肩が91、まあ、肩が91ということでね、ほぼほぼ盗塁はされません。特殊能力は保守、選球眼、強肩でして、まあ、特殊能力でまたね肩も上げてくれます。肩がショーアップ。ロッテね見ていきたいんですけども、ロッテは田村選手が登場しました。保守 B のコスト28、弾道が低弾道、ミートから60、63、61のパワー型。保守に関してなんですけども、シリーズ1はですね、まあ、現役のね保守、あるいは TS の保守を使うと思うんですけども、まあ、シリーズ1はですねほとんど方がね、まあ、現役使うのではないのかなと。シリーズ2の保守枠としては OB の選手、古田さん、城島さんとかね、まあ、最強の保守が登場するんですけども、シリーズ1はですねほとんどの方がまあ現役、7割ぐらいね、まあ、現役の選手を使っている人が、まあ、多いんじゃないのかなと。シリーズ1の保守に関してはですね、ミート A、パワー A、ミート、パワー AA の選手はね、まあ、ほとんどいないので、まあ、大体ですね、こういったパワー型の選手、あるいはミート型の選手、同値の選手をね、まあ、多く使われます。守備の方を見ていくんですけども、数値的には71でして、補給から50、70、69。僕のが保守、選球眼、チャンス。セーブね、見ていきたいんですけども、セーブ、森選手、保守 C のコスト30、弾道がパワーヒッター、ミートから80、74、73のミート型ミートへ。今回はですね、このね、森さんを狙っていこうかなと思います。現役の星でミート型ミート A もめちゃめちゃ強いので、まあ、森さんね、まあ、キャッチャーとして使う方は多いんじゃないのかなと。守備の方を見ていくんですけども、数値的には65、補給から37、70、70でして、補給がね37は気になるところなんですけれども、まあ、そんなにですねリーグオーダーの成績見ていると、まあ、補給エラーとかあんまりないので、まあ、37どうなんやろと。リアルタイム対戦に関してはですね、まあ、ポロッとね落とす可能性もあるんですけれども、まああんまどうなんや気にしなくてもいいのかな。
徳野がチャンスパワーヒッター捕手めちゃめちゃ強い。楽天が太田さんになります。ホッシーのコスト27、弾道ラインドライブミートから53、58、64の総力型。守備数値はですね65でした。補給から59、72、73。徳野が捕手流し打ちチャンスメーカー。日本ハムファイターズが宇佐美さんが登場しました。捕手 C のコスト28、弾道が中弾道ミートから54、65、55のパワー型。守備数値は65でして補給から38、68、70。特殊能力がチャンス、捕手意外性。オリックスが若月さんになります。捕手 B のコスト28、弾道が中弾道ミートから59、59、60の走力型。競合でね、まあパワー型にもできますしミート型にもできます。守備の方を見ていくんですけど、守備数値としては70、補給から70、67、肩が86、めちゃめちゃ強い。徳野が捕手20、丸チャンス、ハイボールヒッター。巨人が大城さんになります。捕手 C のコスト29、弾道が中弾道ミートから70、71、59でして、ベストナインタイトルホルダーはですね同値だったのかな、まあ同値が多分崩れています。こちらはですねベストナインタイトルホルダーの大城さんなんですけども、同値ね崩れています。阪神はですね梅野さんになります。捕手 B のコスト30、弾道が中弾道ミートから71、70、73の総力型。去年のねシリーズの海野さん見ていくんですけども、74、70、74のミート総力同値でして、ミート型だったんですけれども、まあ、今回ですね、まあ、ミート総力同値なくなりまして完全なる総力型になりました。一応ですね称号でねミート型できるんですけども、まあ、称号というね難しい壁を作ってきました。守備の方を見ていくんですけども、数値が73でして補給から80、75、81でめちゃめちゃ強い、まあ、リアルタイム対戦のね、まあ、保守枠として個人的には使っています。徳野が保守チャンス盗塁。中日が木下さんになります。捕手 B のコスト29、弾道が中弾道ミートから65、65、60のミートパワーの同値。いや木下さんめちゃめちゃ強い。捕手枠に関してはですね、先ほどね例を出しました森さん、あるいはですね同値のね選手を使っていきたいんですけれども、まあ、木下選手同値になります。かなりですね守備のね数値見ていくんですけども、72、補給から62、55、78でして、いやめちゃめちゃ強い木下さん。徳野が捕手流し打ちチャンス。ベイスターズが戸柱さんになります。捕手 C のコスト28、弾道が中弾道ミートから55、63、62のパワー型。守備数値の方を見ていくんですけども、63でして補給から60、53、60。徳野が捕手チャンス逆境。広島です。相澤さんが登場しました。捕手 C のコスト29、弾道が高弾道ミートから71、71、60のミートパワーの同値。いや強い。守備の方を見ていくんですけども、守備数値としては64、補給から51、68、65。リーグオーダー的に考えますと、今のところですね木下さんがねめちゃめちゃいいんじゃないのかなと、まあ、守備もね B 以上ですし、ミートパワーの同値。特殊能力は捕手チャンス選球眼。そしてラストヤクルト見ていくんですけども、西田さんになります。捕手 C のコスト28、弾道が高弾道ミートから55、69、64のパワー型。守備数値はねこういった風になっています。限界突破でファースト守れまして、補給から51、60、74。徳野が超フルヒッター代打捕手。はい、ということで捕手枠ね見ていったんですけども、個人的にはですね相澤さん、森さんをね狙ってガシャ引いていこうかなと思います。最大60連。はい、ということで引いていきましょう。まあ3回目かな、6回目。今ねまあ強化時なので青ランクかな、青リーグ去年じゃなくて、おおありがとうございます。青リーグ選手か、選手42位でした。多分画像貼ってあると思います。よし、これで、一応 30% かな、 30% これ入ってるのかな、あれ 30% ってこれ普通の1回目でも2回目の 30% やったっけ。田中選手いいよ。おー、戸柱さん、戸柱さん捕手枠来ました。これ2枚抜きやったっけ。戸越くん絶好調で、青枠が来たら大銀次さん、田中雅美さん欲しかった。ということでラストいきましょう。おー、牧田さん、戸柱さん来ました。戸柱さんね A ランク持っていないんですよ。おー、幸先いいよ一応。ということで2回目いきましょう。森さんお願いします。さあ2回目、調子くん絶好調、調子くん絶好調ではない、銀強打者打ち取れ。これ自チーム確率ね前やったんですけれども 30% かな。調子くんが笑わない時って、あれ裏演出なんですか。投手くんがね笑わない時の、30% あれって裏演出かなと、まあ、最近ガチャ引いてて思ってたんですけども、まあ、分かる方ぜひともコメント欄に書いてください。笑わない時ね、自チームいつも出てるんですよ 30% ということで引いていきましょう。調子くん絶好調ではなく、調子くんレッツゴーの銀枠で、まあ、一応裏演出。おー、福谷さん、これはありがたい。これで超2、福谷さんめちゃめちゃでかい。これ超にできます。
ということで行きましょう、2回目。じゃあ3回目、森さん頼みます。おお、やったやった、ブルブル増えた、ブルブル増えた、ブルやった。え、今ブルブル震えた。え、めちゃめちゃ振動強かったんやけど。え、やば、初めて何だっけ、サイレントモードしてるんでブルブルがなかったんですよ。おお、ブルブル震えた。めちゃめちゃバイブが、バイブがバイブレーションしてる。おお、やった、森さんありがとうございます。外選手、バイブがバイブレーションしている。森さんここで当たっていく。森さん、あれあれ、え、森さん、これ森さん、あれ、これどういうこと。マーティンさんありがとうございます。いきます。あー、戸柱さん、戸柱選手、あれあれあれ、自チーム、あ、2枚抜きのここで当たったっていうこと。森さん、え、何これ、すげえすげえ。戸柱さんめちゃめちゃ当たる。ベイスターズの選手ね、なんか知らないんですけどめちゃめちゃ当たるんですよ。ということで、相澤さん狙っていきます。いや、でかい、これは相澤さん欲しいよ、同地バックなんで。相澤さんお願いします。最近ね、動画ではめちゃめちゃいいんですよ。よし君、レッツゴー。いやー、初めてバイブを味わいました。いやー、いいね、調子いいよ最近。え、でももうすぐ福袋 TS も来るんで、そこでもちょっと引いていきたいんです。まあ、最大60連今回引いていきます。よし君、よし君笑わない。すげえ、森さんはでかいね。セーブバックで本当になかったんで、アニバーサリーの森さんからちょっと継承しようかなと。山岡さんとか欲しいね。福谷さんどうしよう、限界突破使おうかな。福谷さんもね、入れたいんですよ。 S ランクがね、当たったで。じゃあ調子くん、どうしよう、 OK OK、 いいよ、めちゃめちゃいい今のところ。さあリリース、 S ランクかなり当たるね。自チームまさかの相澤さんでも当たってたらめちゃめちゃ神引きやったね。あそこ30連目、田野さん、大島さん、足立さん、馬場さん、いいよいいよ。あ、青木さん OK。 まあ星枠めちゃめちゃ当たる、星枠、星枠限定ガチャではないの、星しか当たってないよ。ということで3回目いきましょう。まあこれラストということで、相澤さんが来ればラッキー。自チームない、ブルブルはない、ブルブル強打者を打ち取れ。ここで、どういったどういったエフェクトになるのか。リリース、まだ青にはならないで、バットも振らない。ここで調子くんが笑わなければ、これ、え、これ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 です、これ、これって自チーム確定の裏演出じゃないんですか。前もね、あの2回連続これあったんですよ。多分これ自チーム来るでしょ。あ、森下さんありがとうございます。これこれ多分自チーム 30%。 ああ、まさかさんありがとうございます。ということでありがとうございました。ぜひともね、高評価、チャンネル登録、通知音、ベルマークボタン、コメントしてもらいまして、明日ですね、爆速ルーキー回収します。多分これ 30% 間違ってたらごめんなさい、すいません。